皆さんどうもこんにちはビューティーです今回は信長の野望神聖のファミ通紹介をしていきたいと思います君心一体となって領地を広げますではキャラクターを紹介しますキツカワ元春毛利元就の次男で腐敗を誇った家中随一の猛将にして太平紀40巻をシャボンする 勉強家の一面もある人物です。毛利元就。秋の戦国大名です。小早川隆影吉川、木川、元春の弟で元春とともに。毛利稜線をとして、毛利稜線として毛利家の発展に尽くした賢人です。 領内諸策についてプレイヤーが領主として任命した家臣は自らの意思で領庁を開発します。プレイヤーが領内を発展させる策を直接命じることも可能でそういったいわゆる領内諸策は複数ありますが国衆の怪獣もそのうちの一つです。メインコマンドは どこでも呼び出し可能です。8。巣がコロッは城を素早く修復できる。修繕の特性を持ち。木下秀吉氏は？多くの勲功を獲得できる。立身出世を持ちます。家臣からの提案を考慮して、最前提を選びましょう。 攻略,攻略ルートを見,見定めて、二者一択の愚行も駆使したりしましょう。乱世の花、調略、裏切りを仕掛ける計略で、これまでと同様にプレイヤーが家臣に命じて仕掛けることもできますが、家臣たちが愚行という形で案をしてくれたりもします。もちろん敵からも調略を仕掛けてくるので、 家臣が寝返ってしまうという悲劇も起こる可能性はあります家臣の知公地を工夫します上司や領主に任命された家臣たちは自分の能力に応じて知公,公地を発展させようとしますそのため家臣の力を見定めて知公地を決めることが肝心となります 領内問題に対処しましょう任命した家臣たちは基本的に自分の判断で領地運営を行いますが判断の難しい問題が発生したときはプレイヤーに指示を仰ぐことがありますこの時は直接指示を出して訓進一体となって問題を解決しましょう公益・ 建設のようなに大きなメリットのある案件もあれば承認保護のに、承認保護のように放置するとデメリットが生じてしまうものもあるので、発生したらすぐ対応するようにしたいです。というわけで、今回はこの辺で信長の野望申請のファミ通紹介を終了していきたいと思いまますす見てくくださった方々ごご視聴ありがとうございいチャンネル登録おおよび SNS での拡散をよろしくお願いし願ます。